午後3時ごろに閉廷となりました今回の初公判ですけれども、猿之助被告はですね、かすかに眉間にしわを寄せたり、しばらく目を閉じたりしていました。マスク姿でした。ただ終始落ち着いて裁判官をまっすぐ見ながら、一言一言丁寧に答えていました。自分の中で飲み込んでいれば、では改めまして、市川猿之助被告ですけれども、本名は喜熨斗孝彦被告です。今年の5月都内の自宅で父親の市川段四郎さん、そして母親の喜熨斗延子さんに向精神薬を服用させて自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪に問われています。法廷でまず職業を問われますと、歌舞伎俳優ですと答えていました。起訴内容について間違いありませんと認めています。そして被告人質問で弁護人から、両親が一緒に行くと言ったのはなぜだと思いますかと問われると、猿之助被告は、僕だけが頼りだったと思います、僕が生きがいだったと思いますと声を詰まらせながら涙声で証言していました。そして検察側は先ほど論告求刑を行い、猿之助被告について、被告の責任は重い、両親は自殺の意思を有していたものではなく、被告の気持ちを汲み自殺を決意した、両親に与えた影響は大きいと指摘、懲役3年を求刑しています。これに対して弁護側は執行猶予付きの判決を求め、裁判は50分ほど前、午後3時ごろに閉廷となりました。